はいどうもこんにちはこんばんはおはようございます、本日はですね千葉県に来ております。千葉県の養老渓谷に来ております。去年も同じ時期に来たんですけれども、また今年も来てしまいました、そして前半がですね、養老渓谷の観光ですね。観光スポット行くとこない行くとこないって騒いでたんですけど、もう1時間半ぐらいなんやかんやね、養老渓谷の温泉街っていうのかな、その辺を歩いてたらだいぶ楽しんでしまいましたので、まずは概要欄 URL よりそちらの動画を見ていただいてから、こちらに来ていただけたら幸いです。そして、今からですね、本日宿泊の天竜荘さんにチェックインするとこですね。黒湯ですね。黒湯至るところからね、結構源泉が流れてたんですけど、舐めてみたらちょっとしょっぱかった。で、今までの黒湯とは違う感じなので非常に楽しみですね。ここから約歩いて10分ぐらいかかっちゃうかもしれない。それでは宿にチェックインいたします。さっきまで風が吹いてて、このトンネルすげえ涼しかったのに、暑いよ。風が急に止まってますよ。着きました。本日宿泊の天竜荘さんです。ではチェックインします。チェックインしました。あっつ。お部屋紹介です。トイレ、そしてお部屋ですね。反射しちゃうからなかなか出れないな。で、電話がなぜかこのタイミングでかかってくるという。広いですね。十分状態でした。見えますか、真っ黒よ、真っ黒。ちょっととろみあるかな。では入ります。わかりますか、からんからんの黒湯、これは衝撃。温泉入ってきました。気持ちよかった。今日観光で少し汗かいたからね。ただもうこれぐらいの季節になってくると風呂が暑くて暑くて長湯できなくなってきましてね。まあ温泉自体そこまで暑くなかったんでよかったです。そして黒湯なんですけど、前に行った飯岡温泉の黒湯とは見た目はほとんど一緒なんですけど、ね、とろみがね圧倒的にこっちの方があるかな。で、舐めてみたんですけど、しょっぱいね、やっぱり少ししょっぱい。あっちはそこまでしょっぱくなかった気がするんだけど、まあ、ちょっとあんま覚えてないですけど、すごいとろとろで、こういう規模の、まあ、言い方は悪いかもしれないですけど、小さめの民宿とか旅館ってこういうお風呂が貸し切り状態で入れるってマジででかくないですか。平日旅行はね、これが本当特権ですよね。よし、それでは本日も睡眠不足ですので、夜ご飯まで仮眠取ろうかな。いやー寝ちゃったな。結構ぐっすり1時間ぐらい。
寝てしまいましたね。6時前ぐらいですけど、まだ全然明るいな。それでは夜ご飯行ってきまーす。いただきまーす。肉うまそう。肉うめえわ。やはり肉だわ。なんで宿の白飯ってこんなうまいんだろう。デザート、ごちそうさまでした。うまかったマジで。量もねちょうどよかったですね。ビール2杯飲んじゃってだいぶお腹膨れちゃいましたけど、これぐらいで自分はちょうどいいですね。今午後の7時ぐらいなんですけど、今から夜の養老渓谷温泉街を散策してみようかな。昼行ったコースと同じで、もしこの時間に養老渓谷に素泊まりで来ていたらどうなるかっていうのを見てみたいと思います。では行ってきます。今観音橋動画撮ったじゃないですか。で後ろ振り返ってさあ戻ろうって思ったら人が立ってて、風が強くなってきましたね。昼間に見た。そしてラストの1店舗なんですけど、これやってるっぽいぞ。やってるわ。